11月半ばですけどね、暑いですよ。今日なんですが、まあ、日和田山に登るということなんですが、なんだっけ、駒野駅から、まあ、ピストンという、まあ、最初そういうふうに考えてたんですけど、まあ、あまりにも単純なのと、あとぐるっと縦走できるコースがあるっていうんで、今回ね、まあ、その縦走するコースを歩くために、駒野駅の、まあ、一つ横の駅ですね、武蔵横手に電車で来ました。で、そこからですね、時計回りに縦走して、まあ、最後は日和田山で終わるというようなコースを進みたいと思います。というわけでございましてね、今回の山歩きは時計回りに日和田山を縦走します。はい、こちらがね、日和田山周辺のマップです。車は西武線駒駅前に駐車しました。まずは電車で隣駅の武蔵横手駅まで移動。駅の向かい側が登山口です。まずはね、五条の滝に向かいます。続いて北向き地蔵にお参りして、よく整備された登山道を歩いて物見山へ向かいます。で、続いてね、今日の目的地日和田山へ向かいます。山頂を踏んで琴平神社でお弁当を食べて、スタートした駒駅に戻る約9キロの山旅です。ここからしばらく、まあ、こんな調子かどうかわかんないんですけど、行くと五条の滝っていうかな、そこら辺を皮切りにですね、いくつかこう撮影ポイントがあるんで、すごく楽しみにしてるんですけど、あの西武線乗るのは多分ね、俺の記憶だと37年ぶりなんだよね、うん、37年前、うん、俺が多分20歳の時、うん、私生まれてないじゃん。なんだ今の。どこまで話したんだっけ。そういうことでございまして、あの、久しぶりにね、西武線乗ったはいいんだけど、あの、新宿とかね、池袋からじゃなくて、あの、駒からね、武蔵横手っていう一区間だけだったんですけど、その一区間の、まあ、3、4分かな乗っただけで、ずいぶん昔の記憶が蘇ってきました。まあ、そんなことで、今日は楽しく歩きたいと思います。ミラーレス一眼を実は持ってきてるんですけど、ちょっとトラブルで撮影できなくなっちゃったんで、まあ、多分ね、前編、この iPhone、これは12 Pro なんですけど、動画一本ね、全部、この iPhone で、撮るような予定です。何何ハバネロだって。あ、これくれるんですか。無料ですから。ハバネロいただきました。はい、五条の滝は、この木戸からね、70メーターぐらいですって。はい、お邪魔します。遊戯の木、なんだこれ。なんだこれ、ジャッキーチェンのさ、修行みたいになっちゃった。ああ、こういうことね。うわあ。
もうこっからね降りてく感じ。はい、五条の滝です。これですね。あ、分岐ですね。まあ、今ね、まあ、こう歩いてるんだけど、まず分岐、左に行けて、あとこれ一段上がったところに、まあ、向こうに行きますね。あと右にも行けます。ちょっと地図確認しないと。はい、今ね、こっちから登ってきたんですけど、登ってきて左の道、こっちですね、行きたいと思います。地図では、土山、土山、まあ、そういう風に各方面に、向かいます。さっきまではね、車が通れるぐらい広い道だったんだけど、もう本当にね、人一人分の、やっとこの辺まで来てね、登山してるっていう感じがしてきました。お、林道です。なんか書いてある。北向き地蔵。そうだ、こっちだ。お。で、こうね、ぐーっと上がってくんだね。疲れた。分岐でーす。北向き地蔵、右。こっちだ。はい、ずっとね、まあ、こんな感じのゆるい登山道が続いてます。お、またね、林道出ました。なんだよ、車で来れんじゃないか。これかな、北向き地蔵。ああ、なんかいるわ。ああ、これだ。北向き地蔵。おお、これはどうも。あ、お地蔵様もマスクされて、北向き地蔵さん、お会いできましたんで、こっからですね、降りて、こっちかな、物見山、方面に向かいます。よくね、整備された、まあ、登山道というか、これ遊歩道ぐらいかな。ね、ずっと続いてて、一緒に歩きやすいです。いい尾根道だね。あそこからね、車道に降りてきて、で、車道をちょっと歩いたら物見山の方ね。これね、すごい立派な切り通しですよ、これ。はい、この切り通しを入って、ここから30分ぐらいですかね、行きます。ほら、やっと日和田山って名前が、日和田山か。
出てきました。いやあとどれぐらいかかるんだろう。あのね、すごい日差しは強いんだけど、やっぱりそこは11月の、半ばですね。半ばじゃもう大体もう終盤だけど、空気がひんやりしてすごい涼しくて気持ちいいです。糖が足んない、糖が足んない、糖どれあったかな。あ、はい、新商品また変なの見っけてきたよ。ドデカミン、あードデカシリーズ、ちょっと開けてください。はい、この色はリゲインだよ。リゲイン飲んだよな、一晩に5本ぐらい飲んでさ。まあいいや、それは。はい。でも、思ってたんと違った。そうだな。ちょっと、古い錠剤っぽい色してるな。ね。ドデカミン。ね、あの、ちょっと茶色い瓶に入ったあの、ドデカシリーズ、あの味だわ、確かに。うん、なんかね、味で、こう、パワーが、みなぎってくる。あれ、瓶が重いんでさ、中身がどんだけ残ってるかよくわかんねえんだよ、あれな。正直言って。おぉ、明るい。おぉ、いいね。あ、これが物見山かな。ああ。というわけでございまして、物見山、あの展望はねあまり良くないんだけど、まあ上はね本当にあの木がないんで風通しもいいし、まあ、ベンチもあるんでいい休憩ができました。さあこっから降りて次は日和田さんに向かいます。何、諸見山下ってったらもう平らなとこに出ました。じゃあ、いやーさっきね、あの遠くから見せてさ、なんか赤いボックスが見えてたからさ、もしやと思ったらスカッと爽やかじゃん。電気通ってんけこれ。え？うわ、トイレがある。あ、これもうすごい新しいよね。最近建てられた感じだよね。すごいな、こんな綺麗なトイレが。はい、あの、日和田さん目指してるんですけど、途中でこれなんて呼ぶんだろう。高差し山か。何人かね行ってるようなんで行ってみまーす。なんだあの白いの、これけこれ、高差し山山頂332m、 おめでとうございます。やだこれ、衝撃の光景がいい。ねえ、なんか研究施設なんかなこれ。はい、じゃあね、すごいところにあった高差山から今ね分岐まで戻って、じゃあ本日の目標日和田山に向かいます。あれ、クランだ。一番山道らしいね。今日一山道っぽいよ。分岐分岐。
あ、頂上こっちですね。で、こっちはまた別だ。はい、じゃあ頂上行きましょう。いや、いやー、だいぶ歩いてきたなー。わー、すごいね、最後は岩登りっぽくなってきたね。もう山頂か。お、すごい、すごい。こうなんだ、すごいね。はい、山頂がねすごい混んでるんで、ここでご飯食べようと思ったんですけど、ちょっと一段下の神社の方に降りてみますね。はい、頂上からね、そうですね、10分ぐらいかな、下ってきました。神社の裏に出た。あ、これ見晴らしいね。おお、これはすごい。すごいね、300m ぐらいの山でこんだけ見晴らしいとこってなかなかないよ。女坂、男坂、この下なの。コンビニの弁当だったけど美味しかったです。で、下りはね、右が男坂で、こっちが女坂。はい、じゃあ女坂行きましょう。お、あ、ここが、なるほど、ここが男坂、女坂、ここが分岐なんだね。ね、へえ、でも結構ね、こっち行く人多いですね。まあ、多分上りは男坂で、で下りはね、まあ、危ないから女坂と、まあ、いうようなパターンなんでしょうね。わかりました、勉強になりました。おお、もう下界がもうすぐそこ。あ、これが登山口駐車場なんだ。あ、これね、田部純子さんの
日ですね。あのうちの母ちゃんもね、あの若い頃登山やってたんだけど、この田部さん大好きなんでね。そっか、そうだよね、ここで練習したってなんか本に出てたもんね。はい、今日はね、出発は、西武線のね、武蔵横手駅を降りて、で、そこから登山道に入って、で、時計回りにぐるっと、日和田山まで回ってきました。随分長い歩きでした。でもね、やっぱり初めて来たけど、人気の理由が本当わかりましたね。というわけでございまして、今回もね、動画ご視聴ありがとうございました。かぼぼでした。いやね、正直言って、もう、これ iPhone だけで十分だよね。まあ、映りはまあまあだけど、まあ、静止画も撮れるし、まあ、当たり前だけど 4K 動画も撮れるんで、これ iPhone だけで十分だよね。正直言って。